ヒゲカレハカメレオン半紋が浮き出た状態。チビオカレハカメレオン族はカメレオン化に属する爬虫類の一群。小型で尾の短いカレハのような形のものを含む。かつてはカレハカメレオン族ランプホーリアンに含まれ、後に独立群とされた。現在日本でカレハカメレオンとして流通しているものの多くはこれに含まれる。カメレオン家の中にあって一般的なカメレオンとは 印象がかなり異なる軍であるヒメカメレオガカに含まれる。小型で尾が短く、長らくカレハカメレオン族にまとめられていたが、2009年に独立軍とされた。カレハカメレオン族とは別のクレードに入ることが遺伝子情報から示されている。アフリカ東部の低地に分布し、森林からサバナ、海岸近くの低木林などの地表近くに生活する。 この属に含まれるヒゲカレハカメレオンは、日本でカレハカメレオンの名の下で流通するものの中心となっている。いずれも全長数センチメートルのごく小型種であり、最も大きいものでも10センチメートルを超えない。主要な特徴はカメレオン類に共通するが、この属とカレハカメレオン属のものは、体が左右に扁平で、尾が短く、典型的なカメレオンのように枝に巻きつけたりはできない。 そのため外見が枯レ葉に似て見え、擬態しているのだとも言われる。特に本族のものは、枯れ葉カメレオン族よりさらに尾が短い種が多い。ただしカルステンカレハカメレオンはやや細長い体格で、むしろヒメカメレオン族に似る。体色は褐色系統が主で、気分や周囲の条件によっては、黒褐色から明るい木褐色程度まで変化し、ブチ模様が出ることもある。 特に体に平行に、褐色の上半が出るのはこの属に、特徴的で、カレハカメレオン属のものでは斜めに出る。アフリカ中部東岸地域に分布する。低地の森林やサバンナ、海岸地下、低木や草本、それに落葉草など地表近くで生活する。タンザニア東部のカレハカメレオン類の研究では、この属に含まれる3種がこの地域にすべて生息し、 最も普通であるヒゲカレハカメレオンでは、生息地の最高標高は1200メートルであった。樹上ではなく、下草層や、地表の落ち葉層などに生息する。舌を伸ばし、昆虫やクモ類などを捕食する。動きは、外視で遅い。雌雄の差は、あまり大きくない。乱生で、メスは地表に浅く、穴を掘り、せいぜい数乱を生み込む。カルステンカレハカメレオン細部の形態に関する。 研究から、カレハカメレオン族に二つの群が含まれているのでは、内科との判断があり、分子系統の情報により、2004年にこの族から三種が別族として独立したのがこの族である。この族のものでは、一部の特徴は、カレハカメレオン族より、より原始的とされる、マダガスカルのヒメカメレオン族と共通する。この三種は、低地の乾燥域に分布し、他の種が、 標高の高い森林地域に生息するのとは分布や生息環境としてもやや離れている。この両者は350万年ほども前に分岐したものと考えられる。300万年頃以降は低地の生息環境はこの属に占有され、その分布や種文化はその後の海進解体などの影響を受けてきたと考えられる。タイプ種はカルステンカレハカメレオンである。 マーオティルバーは、タンザニア東部の、このタグの報告の中で、この地域のカレハカメレオン類の検索表を示している。そこではこの属とカレハカメレオン属との区別点として、足裏の鱗が鋭く尖っていることを挙げている。現在この属には、以下の3種が含まれている。なお、カメレオン科全体にわたる系統樹では、この属は、カレハカメレオン属とは単系統をなさず、 カメレオン赤全体を含むグレードに収まるとのデータもある。ペットとして飼育されることがある。日本では特にヒゲコのハカメレオンの流通量が多い。このハカメレオンと呼ばれるものはこの種であることが多く、あるいは他の名で売買されているものにもこの種がかなり混じっているという。名称的にはカレハカメレオン族のものとの混乱もある。飼育はカメレオン類としては 比較的容易で、水槽でも飼育が可能である。定置性であるだけに、高温や乾燥にもやや強い。飼育下で産卵孵化を見ることは稀でない。ただし幼い子は小さく、餌の確保は困難となる。市場としても、類大飼育ができて、人工繁殖の子が出回るとほどのことにはなっていない。ありがとうございます。